Konnichiwa Hello everyone. Today we are studying Japanese. If you have any questions then feel free to ask at any time. 1,2,3,4,5ラクダラクダラクダクジラクジラクジラサルサルサルトラトラ トラゾウゾウゾウペンギンペンギンペンギン,ン,ギンラクダは砂漠に住んでいますラクダは砂漠に住んでいます ラクダは砂漠にすんでいます。クジラは海に住んでいます。クジラは海に住んでいます。くは,は,は熱は雨林に住んでいます。サルは熱帯雨林に住んでいます。 ウリンに住んでいますペンギンはとぶことはできませんがじょうずにおよぐことはできますあっねっねつ 猿はねつたいうりんに住んでいますペンギンは飛ぶことはできませんが上手に泳ぐことはできますペンギンギは、 飛ぶことはできませんか、上手に泳ぐことはできます。ペンギンは飛ぶことはできませんが、上手に泳ぐことはできます。鳥は北へ飛んでいきます。鳥は北へ飛んでいきます。 鳥は北へ飛んで行きます。この鳥は飛ぶことはできませんが、早く走ることはできます。この鳥は飛ぶことはできませんが、早く走ることはできます。この鳥は飛ぶことはできませんが、 ははははく走ることでできまます。す。白い鳥は飛んでいんペンギンはみずのなかにいます。

公園にたくさん植物があります。公園にたくさん植物があります。彼は何と言いましたか彼は何と言いましたか彼は何と言いましたか,したかドイツ行きの電車は れていいると言ました。ドイツ行きの電車はおくれていると言いました。彼は何と言いましたか。か彼はは何と言いましたか 佐藤さんは薬を飲まなければいけないと言いました。佐藤さんは薬を飲まなければいけないと言いました。佐藤さんは薬を飲まなければいけないと言いました。佐藤さんは薬を飲まなければ。<music> <music>

熱帯雨林にありますこの花は熱帯雨林にあります熱帯雨林は海岸のそばにあります熱帯雨林は海岸のそばにあります熱帯雨林は海岸のそばにあります どこでこの写真を撮りましたかどこでこの写真を撮りましたかどこでこの写真を撮りましたかメキシコの砂漠で撮りました。メキシコ砂漠…メキシコ…メキシコの… 砂漠で撮りましたメキシコの砂漠で撮りましたどこでこの写真を撮りましたかどこでこの写真を撮りましたかどこでこの写真を撮りましたかブラジルの熱帯雨林で撮りました ブラジルの熱帯雨林ウリンでトりました。ブラジルのネッタイウリンでトいつ、OK。 ラクダラクダ,ラクダペンギンペンギントラトラクジラクジラサル Saru zo 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 ahiru a... remember that uh, this so uh, this is this is part of the same kanji used in the other word for zo zo as in statue but the one for statue has this extra line on the left side of it, An extra line symbol. Hitsuji, hitsuji, hitsuji. Niwatori.

飛ぶことはできませんが、早く走ることはできます。この鳥は飛ぶことはできませんが、早く走ることはできます。走る、早く、飛ぶ、鳥、 ペンギンは飛ぶことはできませんが、上手に泳ぐことはできます。ペンギンは飛ぶことはできませんが、上手に泳ぐことはできます。 ペンギンは飛ぶことはできませんか上手に泳ぐことはできます。上手、泳ぐ。次は飛ぶ。

トリはキタエトンデイキマス。トンデイキタトリトンデイキマス。I believe that's a、uh, present continuous form. この鳥はきれいですこの鳥はこの鳥はきれいです鳥この女の人たちはきれいですこの女の人たちはきれいです

この鳥はミニクリです。ミニクリ鳥誰。誰かが氷に触っています。誰かが氷に触っています。誰かが氷に触っています。

誰か触って。誰かが鳥に触っています。誰かが鳥に触っています。鳥誰か触って。 虫し虫しも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 し。 Kaeru. I wonder if it would help you remember the word kaeru for a frog and the fact that kaeru is actually also the same way you pronounce the uh. resid indicative form of to return? And think of it as frogs always have to return to the water? この馬に乗るのは危険です。この馬に乗るのは危険です。この馬に乗るのは危険です。 この,馬この馬に乗るのは危険です。乗るのは危険です。危険です。この馬に乗るのは危険です。 I'm oh, sorry, noru, uh, to get on. And it's used for the word and the writing sense when it's done in the continuous form. But for this grammar structure, it requires uh, the present indicative or dictionary form. Kono umani noru no wa keken desu.

この馬に乗るのは危険ではありませんこの馬に乗るのは危険ではありませんこのうに乗るのは危険ではありません危険、oh, 危険 been saying it w r o n ん この馬に乗るのは危険ではありませんこの。この馬に乗るのは危険ではありません。危険。危険。危険。乗る馬。 彼らはヘビがこわいです。彼らはヘビがこわいです。彼らはヘビが怖いです。彼らはヘビが怖いです。怖い。 彼らヘビこの猫は犬が怖くありませんこの猫は犬が怖くありませんこの,この猫は犬が怖くありません怖く 犬、ここの男の子は虫がこわくありませんこの男の子は虫がこわくありませんこの男の子は虫がこわくありません虫 男,男の子怖くこの男の子はサメが怖いです。この男の子この男の子はサメが怖いです。怖い。 男の子この男の子はさめが怖いです。 Let's see, its translation is coming to you. the boy is afraid of this shark. But the actual definition is scary, frightening, eerie, dreadful. So I wonder if it would be more accurate to say uh, the boy finds the uh, shark scary. 「ニワトリは私たちのです」「ニワトリは私たちのです」にわ「ニワトリは私たちのです私たちニワトリ」

あのアヒルは子供たちのです。あのアヒルは子供たちのです。あのアヒルは子供たちのです。あのアヒルこたちのです。です barely pronounce that a if at all. Okay. この,アヒこの I know. あのアヒルは子供たちのです。子供たちアヒル この猿は私たちのです。この猿は私たちのです。私たち。猿。牛は彼らのです。牛は彼らのです。 牛は彼、牛は彼らのです。彼ら、牛。この鍵は佐藤さんのですかこの鍵は佐藤さんのですか佐藤さん はいわたしのですわたしはいわたしのですあの犬はジョンのですかあの犬はジョンのですか ジョン犬あの犬はジョンのですかいいえ、彼らのです彼らいいえ、彼らのです 「ボールはマイクのです」ボ「ボールはマイクのですボールはボールはマイクのです」「マイクボール」このスーツケースはあなたのですこのスーツこのケースの スーツケースはあなたのです。このスーツケースはあなたのです。コートはスミスさんたちのです。コートはスミスさん。 コートはスミスさんたちのです。スミスさん。スミスさん。e y Combine t h a t S from Sue and s o n together in their pronunciation。コートはスミスさんたちのです。コートはスミスさんたちのです。スミスさん。スミス。スミスさん。 コートはスミスさんたちのです。スミスさん。コートはスミスさんたちのです。スミスさん。スミスさん。スミッサンスさん。Okay. コートはスミスさんたちのです。 「すみませんこのかはあなたのですか」 植物植物植物ショ植物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 ツュ、<S 1> <S 1> You could think of this symbol as like uh, those little plant plugs you get out of pots of like tiny plants you can, or just any plant you can plant now. It's well from a pot. There's the pot it's in. There's a little dirt plug its roots are in, and then there's the plant growing out of it at the top. Like these, for example, ]植物. どうぶつどうぶつどうぶつ人々人々人々,人々 He 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 kori 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 ko Remember, this is basically the Mizu symbol, except it has uh, this extra mark on it right here. Kōri. Suna. 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 Also, remember in this symbol, uh, this right part of the symbol is Sukunai right here. Or small quantity. Now, why that's used with sandwich which generally comes in large quantities, I'm not sure. But the particles themselves are small, at least. You know, this upper symbol of Sukunai is small. Or, uh, Chisai, basically. Suna. Chūgoku wa Nihon no Nishi ni arimasu. 日本の西にあります西日本中国イタリアはフランスの東にありますイ,イタリアは フランスの東にあります。東、フランス、イタリア。オーストラリアはロシアの南にあります。オーストラリアはロシアの南にあります。南にあります。 ロシアオースオーステリアロシは中国の北にあります。ロシアは中国の北にあります。ロシアは中国の北にあります。ロシアは北,ます北、中国。 これは太平洋ですこれは太平洋です太平洋これはインド洋ですこれはインド洋ですインド洋 これは北極海ですこれは北極海です北極海海岸

男の人は砂漠を歩いています。男の人はサバを歩いています。アルイテ、サ Notice that the symbol for s a i n Sana, I think it is. Let's see. What was it? すな isn't it? ですもんのふすな。おと男の人は砂漠を歩いています。男の人は砂漠を歩いています。歩いて砂漠人男熱帯雨林は。 海岸のそばにあります。熱帯雨林は海岸のそばに。ある。あります。熱帯熱帯、雨林は海岸のそばにあります。海岸。熱帯雨林。雨。 「この花はなはねったいウリにあります」「この花はなはねったいウリにあります」熱帯「ねったいウリン」花「はな」このどうぶつはさばくにすんでいます。 この動物は砂漠に住んでいます住んで砂漠動物これはオレンジの木ですこれはです オレンジの木です。木。オレンジ。これはリンゴの木です。これ。これはリンゴの木です。木。リンゴ。これは松の木です。 これは松の木です。松木ここに何が育ちますかここに何が育ちますか何育ちますか くさ,くさ草ここにこに何が育ちますか何育ちますか 松の木。木、松。松の木。ここに何が育ちますか育ちますか何ここに何が育ちますか オレンジの木、木、オレンジオレンジの木先生は何と言いましたか先生は何と言いましたか何先生言いましたか 公園は、あ、計算。この植物は、熱帯雨林に育ち、okay. そ、育つ。Sorry. この、この植物は、熱帯雨林に育つ。育つ。育つ、育つ。 この植物は、熱帯あ、この植物は、熱帯ウリンに育つと言いました。言いました。育つ。ウリン、熱帯、植物、 この植物は熱帯雨林に育つと言いましたお医者さんは何と言いましたか何お医者さん言いましたかお医者さんは何と言いましたか 私は、この薬を、一日に、私は、この薬を、一日、私は、この薬を、一日,日に、 に、にかいの、飲まなければ、いけないと言いました。私はこの薬を、一日にちに、かい、飲まなければ、いけないと言いました。 わこのくつ u d いちにちににだいに にかいにかい,にかいのまな飲<し>まなければいけない E Mashta. See, Watashiwa Kono see I told him I had to take this medicine twice a day. 私は、私は、私はこの薬を一日に二回飲まなければいけないと言いました。飲まなければいけない二回一日薬 私私はこの薬を1日に2回飲まなければいけないと言いましたけいさつかんはなんといいましたか言いましたか,言いましたか 何警察官警察官は何と言いましたか?あ「公園はこの西にあると言いました」。 公園はこの西にあると言いました。西公園そう西にある公園は この西にあると言いました。彼らはスペインの地図を持っています。彼らはスペインの地図を持っています。持って、地図。彼ら。 私たちは大きい植物を持っています私たちは大きい植物を持っています持て植物大きい私たち先生はノートパソコンを持っています 先生はノートパソコンを持っています。持ってパソコンノート先生あの犬は彼女のですあの犬は彼女のです。 彼女犬。あの犬は彼のです。あの犬は彼のです。彼犬。この犬は私たちのです。この犬は私たちのです。私たち犬。この犬は私たち。 この犬は私のです。この犬は私のです。私、犬。熱帯雨林は海岸のそばにあります。こんにちは、あやう。 うあさ、元気ですか熱帯雨林は海岸のそばにあります。熱帯雨林は海岸のそばにあります。そば、okay. 海岸… 熱帯スペインはフランスの南にありますスペインはフランスの南にあります スペインはフレンシュの南にあります。南スペインゾウは水の中にいます。ゾウは水の中にいます。水中ゾウ

茶色のヒツジが一匹います。一匹ヒツジ茶色猿は木の上に Oh, I'm not familiar with that kanji. Let me see what that translates to. Let's see. Meza mashi, alarm clock. So I assume that's meza. Let's see. Oh, alarm clock waking up. So um, you're the second one waking up. Okay. Me, meza -mashi, but you have it in past tense. So meza mete, already woken up. Meza mete. Then you have bakari. okay a modifier used to to mean just when used at the end of a ta form of a verb or the past indicative so just finished waking up so bakari so uh เมเจเมตาบาคารี Meza bakari. Okay, that's it's a useful phrase. I have to remember that. Meza bakari. Saru wa ki no います。上、木、猿。猿は木の上にいます」「イギリスはフランスの北に」「イギリスはフランスの北にあります」 北フランスイギリスイギリスはフランスの北にありますペンギンは水の中にペンギンは水の中にいます中水ペンギン ペンギンは水の中にいます。この花は熱帯雨林に。この花は熱帯、雨林、okay. この花は熱帯雨林にあります。雨林熱帯花、花この花は熱帯雨林にあります。この鳥は花の上に。 Kono tori wa hana no ue ni imasu. Ue, hana, tori. It actually looks similar to uma, that symbol. Let's see, uma. Okay, so uma has that vertical line in the middle where toy does not. So Uma's not closed on the right at all. My toy is cl closed and slightly short on the upper part of the right. この鳥は花の上にいます。 Okay, well, in that case, oh, kita. Oh, well, that's a small sum. I can't tell if that's a ha or if that's a ba or ha. I mean, if that's a pa or a ha. Let me copy that and see. Okay, so that's a boss, so oh Kita Bakari. Well in that case, O Kita ba bak is better. It means the same thing, but it's more common. when I said is more like I just opened my eyes, which is mainly used in songs. Let's see. Okita Bakari translates to let well, to get up to, ok, okido. Oh, oh, that's right. Uh, that's right. This is a uh, conjugation of the of a word we studied earlier. It was uh, a uh, which is the present indicative form of it. And then there was uh ok when you're waking someone else up. But let's see. The you said meza meru is more, or in this case, past tense. Uh, meza meta bakari is just opening the eyes, essentially. Okay. Actually, in the uh, kanji for it, uh, it has the uh, symbol for eyes. 子供たち、この馬に乗るのは危険です。危険乗る馬。この馬に乗るのは危険です。次が。 この馬に乗るのは危険です。この馬に乗るのは危険ではありません。危険乗る馬この馬に乗るのは危険ではありません。私は どこに、私はどこに鍵があるのかわかりますか私,私か鍵。私はどこに鍵があるのかわかりません。 子供たちはコドたちはそれが何なのかわか,かりません。 So, 子供たちはそれがなんなんなのかわかりません。はいあ、question、um,。 Let's see S soda sodane, okay. Okay, uh this non nano uh, is uh, that non there for the same reason you see nas and um and uh I adjectives. I know the no -ka is there for for the uh I guess to show that you're stating a question, it's that uh, one of the reasons for no on the end. But uh, is the is the non there for the purpose of uh, the same reason for i adjectives kind of thing, where under certain conditions you add it, or is it there for other reasons, or is it there because of the no ka, or is the no ka the, basically the reason? For example, if this was an i adjective here, would it be that i adjective non and the no ka? which wouldn't make sense considering the fact that would be ending a no cat on a on an adjective As i think if i remember correctly it's just there うん、子供たちはそれが何なのかわかりません。子供たちはそれが何なのかわかりません。これを飲むのは危険ではありません。 ありません。これを飲むのは危険では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 ありません。危険 飲む」「これを飲むのは危険ではありません」「おんむの険ではごりません,、right. ません so, のははがは花を持ってきたのを知りません」女の人は

ご主人が花を持ってきたのを知りません女の人はご主人が花を持ってきたのを知りません。 知りません持って花ご主人ひ女の人これを飲むのは危険ですこれを飲むのは危険です危険飲む 彼は友はが家の中がいるのの中にいるのを知りません彼は友達が家の中にいるのを知りません彼は。 彼は友達が家の中にいるのを知りません。中、家、友達、彼、知りません。このヘ蛇に触る危険です。 Oh, th oh, yeah, thank you, uh, ar I miss awa uasa. That's right, it's the da becomes a na. Because na is the modifier form. Okay, so, that that's what that reason was. I knew it was something earlier, really, I forgot what it was. Uh, so, this, uh, phrase here is really, uh, if you think of it, is... Kodomo tachi wa sore ga nanda. That's the uh, subphrase. Or, or uh, yeah, sore ga nanda. But but then when it was put into this uh, question format of saying uh what uh let's see I think if it was a question by itself it would just be sort of got non daka or would it be naka if it was just a question by itself but uh, in this form where it's uh no noka uh the da becomes a na and then it's noka after that そうで子供たちは。それが。何なのか。わかりません。それが。それが。何、yes. だ。ね、そう、それが何。 is more of a statement uh if it was in question form wouldn't it be uh by itself wouldn't it be sorega ga nani daka see since da becomes nan, it's easier to pronounce nani as non see na Oh, I see what you're saying. So, depending on the structures around it, that word is read as 90 or 9. I thought it was on a per use basis, but you're saying it's per structure of words around it basis? Well, okay, if, if you don't, uh, Ka on the end, then, um, is it okay to have. Use a question word and something that doesn't have any question particle on it, though, other than informal Japanese. You have a "soriga nanida, which is what that is. I get what that is not really a question, it's more of a statement. I thought in that form, see, you don't need ka. Oh, okay, okay, so that's. Cons Wait, so in this case, does just having the nani there act as the, the question uh, thing to say the question? Or is it more of the fact this is informal Japanese when you write it like that? Yeah, you can, you can make a question only by raising the tone as uh, informal in Japanese. But I'm talking about as what is the more formal way of writing it. And in an informal writing, you can just use nani to uh, write a question without any question particle at all. Interesting, I did not know that. Oh yeah, so you could do let's see. got... non as. s informal would be sorta nani. Okay, so you just wouldn't be using the dot particle at all in formal writing. And in informal you you don't need it, okay. The dot The dot is implied in このヘビに触る危険です。

if I remember correctly this is a king cobra I think this is a bald python. 危険。ヘビ触る。このヘビに触るのは危険ではありません。彼女はそれがいくらなわかります。 Yes, that's, that's, yes, King Coburn Ball Python. Kanojo wa, Kanojo wa, sorega, ikra, nanoka, wakarimaska? 彼女はそれがいくらなんのかわかりますか,か彼女彼女はそれがいくらなんなのかわかりますか彼女いくら 彼女はそれがいくらなのかわかります。私は何個あるわかりません。わ、oh. かります。ますます okay. 彼女はそれがいくらなんなのかわかります。私は私は何なのかあるのかあり わ、okay. は何んなのかあるのかわかりません。サルは,は熱帯雨林に住んでいます。 猿は熱帯ウリンに住んでいます。住んでウリ熱帯猿。象はアジアとアフリカに住んでいます。象はアジアとアフリカに住んでいます。 ゾウはアジアとアフリカに住んでいます。ゾウはアジアとアフリカに住んでいます。ゾウ、住んで、アジア、アフリカ。Technically, I think this species of elephant, I think it only lives in Africa, the African elephant. There's an Asian elephant that lives in Asia or Asia. Don't I can't remember if uh, so does the African elephant live in Asia? Does the African elephant live in Asia? Two species of African elephants. One lives in the plains, one lives in the forest, and those are smaller. It lives in Central and West Africa. Okay, okay. I think yeah, that's just the African elephant, but yeah, but what I was just saying is uh, the I believe the Asian ones are an entirely different species. They're not, they're not uh, they're branched off a little further from the African elephants. And actually, what they were saying, the African elephants. There's actually two different species of African elephants. ラクダは砂漠に住んでいます。ラクダは砂漠に住んでいます。住んで砂漠。ラク,ラクダ。サルは木の上にいます。サルは Kino ue imasu. Ue If you remember our symbol for Neko, I, I described it as like a cat climbing up on the side or something with this side looking thing being the cat. Well, for saru, this is a much more complicated object, aka a tree being climbed up on the side. In other words, a monkey. I believe Saru's monkey, not that species of monkey. Let's see. Saru. monkey it means sly person as well, apparently. Saru wa ki no ue Technically both correct. Kujira umi. すんでいます。Yes, サルーズのエレコー o のモンキー e す。くじらは海すんでいます。くじらは海にすんでいます。すんで、海くじらくじらは 海に住んでいますペンギン南極に住んでいますペンギンにペン,ペンギンはペンギンは南極に住んでいます南極住んでペンギン ペンギンは南極に住んでいます。トラはアジア。住んでいます。トラはアジアに住んでいます。住んでアジアトラ。トラはアジアに住んでいます。この鳥、木の上にいます。 この鳥この鳥は木の上にいます鳥木上この鳥は木のうん。シサル okay. 今は飛ぶことができませんが、2週間後には飛ぶことができるようになりますよ。Also, that thing You said it looks like a cat. It's the beast radical. If you see that in kanji, it's basically an animal one. Thank you. Oh, 今は飛ぶことができませんが、2週間後には飛ぶことができるようになりますよ。今は飛ぶことができませんが、2週間後には飛ぶことができ 飛ぶことができるようになりますよ。今は飛ぶことができませんが、2週間後には飛ぶことができるようになりますよ。今は飛ぶことができませんが、2週間後には飛ぶことができるようになりますよ。今は飛ぶことができませんが。 2週間後には飛ぶことができるようになりますよ。今は飛ぶことができませんが、2週間後には飛ぶことができるようになりますよ。今は飛ぶことができませんが、2週間後には飛ぶことができるようになりますよ。 今は飛ぶことができませんが2週間後には飛ぶことができるようになりますよ。今は飛ぶことができませんが2週間後には飛ぶことができません。 できるようになりますよ。So, 今は飛ぶことができませんが、2週間後には飛ぶことができるようになりますよ。 Yo, me. Uh, I believe. Hey, the fact that they have this yo here. Uh, are they saying not, not that it will become uh, capable of flying, but will be something similar to capable of flying? Is that what they're implying with that, or did they have some other meaning behind that? So let's see, this is ni, shu, kan, go, ima, to, トブー、トブー、ニチュー、にチュー、カン、ゴー、ニ Oh, n、no, 二、no, right. 週間後には飛ぶことができるようになりますよ。 You'll be able to fly in t two weeks. and If I get rid of you, you will be able to fly. Doesn't really change the translator though. I don't think the translator is picking it up really. And if I have the full phrase, Nima. Tobu Koto Ga You can't fly now, but in two weeks you'll be able to fly. Let's see, Dekiru yo dekiru yo potential form yonin differ to let's see How does the structure potential form yoni, meaning in order to do something in the future, differ from the key? The key yoni, have the ability to do something in the future? Okay. But it's far more natural to use the potential form plus yoni when describing wanting to be able to do something as a reason for why why you're doing some other thing. Okay. See, tomodachi to isho ni aso. ペラれるように泳ぐの練習しています。スモフ Yes, I'm talking about uh, the, uh... so let's see, use when you think. Yo. Appearing, looking. Okay, so y Oh, so it's not appearing and looking in the sense of similar to. It's appearing and looking like it looks like, or you think that. Okay. So, decade to be able to, you think you'll be able to. So, Dekiru yo, you think you'll be able to. And then, Dekiru yo, ni, nari, mas, you think that they've become able to. So, Ima wa, Tobu Koto ga Dekimasen ga, Nishu Kan go, ni wa, 飛ぶことができるようになります。この動物に触ってもいいですが、気をつけてください。このこの動物に触ってもいいですが、気をつけてください。 つけてどうぶつペンギンはとぶことはできませんがじょうずにおよぐことはできます。 ペンギンは飛ぶことはペンギンは飛ぶことはできませんが、上手に泳ぐことはできます。上手泳ぐ飛ぶ。ペンギン。<music> この鳥飛ぶことはできません。早く走ることはできます。この鳥飛ぶことはできません。早く走ることはできます。このこの鳥は？この鳥は飛ぶことはできませんが。早く！ 走ることはできます。飛ぶ、早く、走る、走る、鳥。この鳥は飛ぶことはできませんが、早く走ることはできます。これ、火のように見えます。 紙でできています。これ。火のように見えます。紙でできています。これは火のように見えますが。紙でできています。火。 mie Mas Dekite Kami Hey, is the is the dekite is the Dekite this used in Dekite Mas this version is implying made of uh the same Dekite that's used in uh これは火のように見えますが、紙でできています。今は飛ぶこと。できませんが、2週間後には飛ぶこと。 できるようになりますよ今今は飛ぶことができませんが二週間後には飛ぶことができるようになりますよ Now, this is what I'm talking about this uh this できる it's uh Te form as dekite, same as this dekite. But is this actually the same word, or is, uh, are they just two different words that happen to conjugate the same? Oh, yes, they're both the same. Okay, thank you. That's that's what I thought. I wasn't 100% sure. Dekite. See, to be able to to be to be made to be built I guess you can think of that word like the English expression of made for this in other words implying capable of and or made of this uh literally made of it. 今は飛ぶことができませんが、2週間後には飛ぶことができるようになりますよ。 See Yes. Uh, coming out, going out, attending, start, beginning. To exit, and then... I believe the other one's kuru. To come, to approach, to arrive. Oh! It's actually built exactly from the words that make it sub-kanji. De, and then kiru. できる ヨーロッパはアフリカの北にありますヨーロッパはアフリカの北にありますヨーロッパはアフリカの北にあります北ヨーロッパアフリカ インド洋はアフリカの東にありますインド洋はアフリカの東にありますインド洋はアフリカの東にありますひインド洋 オーストラリアはアフリカの東にありますオーストラリアはアフリカの東にあります東オーストラリアアフリカアフリカ 犬は人と人の間にいます犬は人と人の間にいます間人、人、犬南極はアフリカ南 あります南極はアフリカ南あります。南極はアフリカ,南南フリカの南南にあります。南極は アフリカの南にあります。南南極アフリカ南極はアフリカの南にあります。南アメリカはアフリカ西あります。 南アメリカはアフリカの西にあります。西アメリカ、南アメリカ、アメリカ、アメリカ、アフリカ、南アメリカは アフリカの西にあります。大ます「大西洋は南アメリカとアフリカ間あります」「大西洋は南アメリカとアフリカ間あります」「大西洋は南アメリカと アフ、アフリカ。に間。あ、大西洋は。南。アメリカと。アフリカの間にあります。そう、間。南。大西洋。あ。アメリカ。アフリカ。 大西洋は南アメリカとアフリカの間にあります木は女の子と男の人間あります木は女の子と男の子人の間にあります間男の人 女の子、木。木は女の子と男の人の間にあります。 Let's see, thank I'll pull it out, aka I can do it. <laughs> Kudu and there. Begin coming out, aka, okay, can do something. Another way to think of it. Or to be able to come out, aka, to be able to pull it out. In other words, you can do it. 彼は何と言いましたか言いましたかなん彼れは何と言いましたかドイツ行きの電車は遅れていると言いました。遅れている、遅れて、電車 Iki. Deutsch. ドイツ。Deutsch. Ikiの電車は遅れていると言いました. Now remember, that Iki is actually the noun form of to go. Where if you want to talk about like the path you're going on itself, you'd say Iki, and it's the noun that would represent the path. so it's the way they're the path so this is a little like saying um the the germany path train is in the continuous state of being late or in other words the germany path train is late and then he, uh he said it sensei wa 何と言いましたか言いましたかん、先生先生は何と言いましたかエジプトはアフリカにあると言いました。言いました、エジプト、アフリカ 「エジプトはアフリカにあると言いました」警警「警察官はなんと」「警察官はなんと言いましたか? Oh, no, uh」 警察官は何と言いましたか So, 警察官は何と言いましたか公園はこの西にあると。 公園はこの西にあると言いました。言いました公園西公園はこの西にあると言いました。先生はなんと先生はなんと言いましたか言いましたか せんせいは何と言いましたかイギリスはヨーロッパにあると。イギリスはヨーロッパにあると言いました。言いました。イギリス。ヨーロッパ。

So it, it would be technically correct thing to say now would be Igirisu wa Yōroppa nai to iimashita. Since nai is the negative of aru. Sensei wa nan to ka? 言いましたか、なん先生。先生は何と言いましたか。この植物は熱帯雨林に育つと。この植物は熱帯雨林に育つと言いました。育つ言いました。 ウリン、熱帯、植物この植物は熱帯ウリンに育つと言いました先生はノートパソコンを持っています 先生はノートパソコンを持っています。持って先生、パソコンノート私たちは大きい植物を持っています。私たちは大きい植物を持っています。 もてショクブきい私たち。彼らはスペインの地図を持っています。彼らはスペインの地図を持っていスす。もイチズスペイン彼ら。 これを持ってくれませんかこれを持ってくれませんか持ってくれませんか私はボート持っています 私ート。私はボーとを持っています。はます女の子花を持っています。女の子は花を持っています。 てい私た私たちは家族の写真持っています私たちは家族の写真を持っています。ますこれを持ってくれません。

あれは彼の家ですか彼家あれは彼の家ですか、はい彼、はい、彼のです。彼はい 彼のですあれは彼の。あれは彼の犬ですか。犬。彼。あれは彼の犬ですか。いいえ、彼女のです。彼女。 いいえ、彼女のです。これ、誰のボートですかこれは誰のボートですか誰ボートこれは誰のボートですか彼 です彼のです彼彼のですこれ誰の手ですか彼は誰の手ですか彼手これは誰の手ですかこ<れ>は彼女<あ>です

there's no questions, then, uh... We're gonna raid Mimi... Mimi-nya? Ah uh, minasan o te goodbye everyone